高校受験の時はどういった勉強方法をしていましたか？定期テストと同じように見て覚えるのは苦手なので、何度も何度も答えを問題文の答えを暗記するまでノートに書いてました。あとは赤本はあんまり解けなくて、いろんな基礎問題をずっと何往復も解いてました。